ジャンムーカシュミール半王国の丘領土におけるカラコラム回廊の位置。シアチェン氷河の北の黒い斜線でハッチングされた箇所がカラコルム回廊。カラコルム回廊はカラコルム山脈の北にあるシャクスガン渓谷,谷やヤルカンド渓谷を含む約7000平方キロメートルの一帯を指す名称であるシャクスガン回廊とも言う。この回廊は中華人民共和国が 新疆ウイグル自治区のタシュクルガンタジク自治権の一部として支配しているが、1963年の中国パキスタン国境協定締結まではパキスタンによってカシミールの一部とみなされていた。現在でもインドがラダック連邦直轄地の一部として領有を主張している。この地域の大部分はシャクスガン渓谷であり、以前は バルティスタン地方の県であったシガー県の一部として管理されていた。シガーのアマチャオ家はシャクスガンニポロ競技場を作り、シガーのラージャがホータンのアミールを招待していた。山、湖、川、峠の名前のほとんどはバルティー語やラダック語であり、この地域が長い間バルティスタンラダック地方の一部であったことを示唆している。この地域は 世界の中でも居住が困難な地域の一つであり、世界の広報がいくつかある。北は、コンロン山脈、南は、ブロードピーク、K2、ガッシャーブルムなどを含むカラコルム山脈に挟まれ、南東は、世界で最も標高の高い戦場であるシアチェン氷河に隣接している。シャクスガン渓谷国歴史的には、フンザの人々は、カラコルム北部の地域で、 工作や放牧を行い、フンザのミールはこの地域をフンザの領土の一部と主張した。その中には、シャクスガン渓谷の北のラスカムが含まれていた。1889年、フランシス・ヤング・ハズバンドがヨーロッパ人による初のシャクスガン渓谷への遠征を行った。彼は、シャクスガンをオプランと呼んだ。1899年3月、イギリスは、 クロード・マクドナルドから中国への公式初心で中国とイギリス領インドの新しい境界線を提案した。初心では中国がフンザに対する総主権主張を放棄し、その代わりにフンザはタグドゥンバシ地区とラスカム地区のほとんどの領有主張を放棄すべきであると提案された。初信ではインダス側とタリム側の分水嶺である。 カラコルム山脈の主猟線が境界線として提案されたが、シムシャル峠近くのダルワザを通過する線にはバリエーションがある。中国は初心に応じず、インド政府が再び同じ形で境界線を再提案することはなかった。1905年にマクドナルド線は、シャクスガン側の延長線上に国境を置き、インドにシムシャル峠の東側の 小さな地域を含めるようにするために修正された。同時に、イギリスは、グレートゲームを考慮して、清王朝が弱体化するにつれて、ロシア帝国が拡大する危険性を懸念し、シャクスガン側の北の境界線を主張する政策を採用した。これは1897年の覚書で、ジョン・チャールズ・ワーダが提案した方針に従った。その境界線は、フンザのミールによる、 ラスコム渓谷に対する領有主張が含まれていた。しかし、イギリスの支配がカラコルム分水嶺の北に広がることはなかった。1899年から1947年のインドパキスタンの独立までの間、地図上の国境の表現は様々だった。1926年、ケネス・メイソンはシャクスガン渓谷を調査した。1927年、 イギリス領インド政府はマクドナルド線の北側の領有権を放棄したが、その決定はイギリスの地図に反映されなかった。しかし、1959年にマクドナルド線の西と南の広い地域を中国の領土とする地図が中国で出版された。その年、パキスタン政府は国境問題について協議する意欲を表明した。 1962年のパキスタン政府の公式地図。国境は最北端にあり、キャプション付きの点線で示されている。パキスタン政府は、1962年にカシミール北部の境界線を描いた公式地図を発行した。これは、カラコルム回路のほとんどをカシミールの一部として描いている。パキスタン政府が発表した境界線は、 大部分が1954年のタイムズ世界地図帳によるカシミール北部の境界線の描写と一致している。タイムズ世界地図帳ではアンディファインドフロンティアエリアという中期付きでカラコルム回廊をカシミールの一部として描いている。パキスタン政府の見解による境界線はタイムズ世界地図帳に示す位置からは外れているがタイムズ世界地図帳が示すように カシミールの国境の北側にある地域をカシミールの一部として描写した。1954年のタイムズ世界地図帳が示す、北の境界線はタグ・ドゥンバ・シパミールからヤンギダ・ダワン峠までは、コンロン山脈の主猟線に沿い、暗なりの北、ヤンギダ・ダワン峠の東にあった。東のコンロン山脈は、ホータンの南の境界を形成するという1890。 ギャザティア・オブ・カシミール・ラタックの記述にもかかわらず、境界線はカシミールの高地の端にある、コンロン山脈の分水海から離れて引かれていた。カシミール・ラタック地名集は、カシミールにおける地名の説明と詳細を提供する、本で、情報部のインド主係総監の指示の下で編集され、1890年に初めて出版された。宝坦については、 ラダックとの境界を形成する東部コンロン山脈の北に位置する中国帝国の州と記載されている。そのため、1963年に中国パキスタン国境を協定が結ばれる前のパキスタン政府の公式な立場は、パキスタンの北の国境はコンロン山脈であり、パキスタン政府に割上される領域は、シャクスガン渓谷国に限らずコンロン山脈まで及ぶというものだった。 1959年、パキスタン政府は、パキスタンが、自国の領土と認識している土地が、中国の地図で、中国の領土とされていることについての懸念を持つようになった。1961年、アユーブハーン大統領は公式書信を中国に送ったが、返信はなかった。パキスタンとインドの関係から、中国は、パキスタンと交渉する動機を持たなかったのではないかと。 考えられている。回廊の境界上にあるブロードピークパキスタンが中国の国連加盟を認める投票をした後、中国は1962年1月に紛争の元となった地図を撤回し、3月に国境協議に入ることに同意した。二国間交渉は1962年10月13日に正式に始まり、1963年3月2日に、 中国の陳畿外交部長とパキスタンのズルフィカール、アリー・ブッ外相が中国パキスタン国境協定に署名した。ありがとうございます。